Happy Halloween! Happy Halloween! ガチャガチャピンピンガチャピンチャンネル。ですぞ。お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞ。ハッピーハロウィーン。ガチャガチャピンピンガチャピンです。今年もこの季節がやってまいりました。ハロウィーン。お菓子をいただけたり、お家でパーティーしたり、もう楽しみで楽しみでワクワクが止まりません。あ、僕も渋谷行ってみたいな。そしたらどんな仮装しようかな。ムクと相談しよう。あ、みんなゴミはちゃんと持って帰りましょうね。そうでないお友達は食べちゃうぞ。さて今日はガチャピンのおめめゼリーを作ります。イエーイ、どんどんパフパフ。ちょっぴりホラーなんだけど簡単にできてなおかつ美味しいという目玉ゼリーの作り方がネットに載っていたの。それなので作りたいと思います。ということでレッツクッキング。ガチャピンチャンネル。用意するものはこちら。大きなボウル、そして食紅をお湯に溶かしたもの、そこにゼラチンも入っていますよ。今回は黒と赤、そしてこちらの白いのはカルピスなんですけど、温めたカルピスにゼラチンを入れてもう混ぜてあります。これを一つずつ入れて固まらせて層になる感じかな。それで作っていくんです。まずおめめの黒いとこ、瞳孔って言うんだけど、それが黒。この黒を入れていきますよ。好きなおめめの色にしてもいいかもね。このぐらい入れました。皆さん見えますか？それではこれを冷やします。ガチャピンチャンネルですぞ。やったー、固まりましたよ。ほら見て、大きなおめめの真ん中。次はその外側ね、作っていくんですけど、今日はハロウィーンということでハッピーの赤、ムックの赤色にしようと思います。さっきの黒いところより量は多めで、こんな感じかな。いいね。じゃあこれをまた冷やしますよ。さっきよりかかると思うので30分から1時間くらいかな。ゆっくりゆっくりね、冷やします。はい、固まりました。見て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 、ほらね、このままでもね十分美味しそうなんですけれども、これじゃあ終わりませんよ。最後は白目、これを入れなければおめめだっていうことがわかりませんものね。コツはゼラチンが熱いと下の層が溶けて全部の色が混ざって失敗してしまうんだって。だから完璧に固まった後に冷め切ったゼラチンをスプーンを伝わらせてゆっくりゆっくり丁寧に入れていく、それがコツです。よしと、はい、たっぷり白目入れましたよ。うわー、どんな風に出来上がるのか楽しみです。これを一晩冷やします。固まった。
しっかり固まったよ。ほら見て、あー美味しそう。じゃあこれをつるんと取り出したいと思います。いくよ、3、2、1、それ。じゃじゃーん、できました。大きなおめめゼリーです。プル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 、見えますか、この弾力。あとね、こういうのも作りましたよ。ほら、丸い氷を作れるのあるじゃない。それに同じようにゼリーを重ねてお目目作りました。取り出してみましょうかね。キャッシャー、わお、眼球の裏。あと、もうちょっと、これよりもうちょっと大きいのも作りました。おー、じゃあこれを取り出しますよ。ガチャピンチャンネルですぞ。見て見て、全部取り出してこの上に乗せてみました。お目目だらけ、ものすごく見つめられています。いや、そんなに見ないで。これ食べたら美味しいんだよ。食べたい、食べようかな。いただきます。うん、秋なのに夏の爽やかさを思わせる、そんなお味です。カルピスがね、甘すぎずていい感じですよ。あ、どんどん溶けてく、ゼリーの感覚がたまりません。あ、そうだ、電気消してみようかな。ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、おめめがたくさんたくさん、食べちゃうぞ、食べちゃうぞ。いたずらする子はおめめ食べちゃうぞ。はあ、出来には大満足です。これをこれからムックとスタッフさんと食べたいと思います。ハロウィンパーティー、みんなもぜひぜひ試してみてね。それじゃあまた明日。Boom.